日本鹿児島県鹿児島市春山町春山町は、鹿児島県鹿児島市の町、旧日置郡移住院号、春山村、日置郡上移住院村、大和春山、日置郡松本町大和春山。郵便番号は899-2704。人口は5641人、世帯数は2196世帯。鹿児島市の西部に位置しており、 鹿児島市街地のベッドタウンとして、宅地開発が進み人口が著しく増加している。また、松本地域の区域からなる、松本都市計画区域の副都心隔に位置づけられている。鹿児島市の西部、長田川上流域に位置する。町域の北方には、鹿児島市石谷町、北方から東方にかけては、鹿児島市上谷口町、東方には、鹿児島市四原町、 平田町、南方には、日置市吹上町よくら、南方から西方にかけては、鹿児島市中山町、西方には、鹿児島市五家別府町がそれぞれ接している。また、町域の多くが、大地上に形成されているが、南部は、山地となっており、集落は主に北部の大地上に多くある。松本町の中心地である上谷口町。 石ヶ谷町や鹿児島市街方面へは急勾配の坂となっている。また、高地のため気温が寒冷で、茶の栽培が盛んである。現在は、鹿児島市内のベッドタウンとして、宅地造成が進んでおり、工作面積が以前より減少している。町域のほぼ中央部を、鹿児島県道三十五号、長吉入り坂鹿児島線が、東西に通り、北部を鹿児島県道二百十五号、 小山田谷山線が南北に通っており、両県道は春山交差点で交差し、交差点により、鹿児島市外方向は県道35号と県道210号の重複区間となっている。春山交差点の南東端には、かつての鹿児島県茶業試験場跡地に建設された都市農村交流センターお茶の里があり、農産物直売所や公園が設置されている。また、 北端部に、鹿児島県道24号鹿児島東一基線が、通っている。南端部では、鹿児島県道291号松本川辺線が、南北に通っており、平田町から伊作峠へ接続している。春山町には、佐治木元上戸湖、平和団地、馬場、寺脇、上井住院の6自治公民館がある。地内の上床からは、 縄文前期の押し分土器や石炭、石皿が出土している。また、佐治紀原の大地からは、弥生式器、魔性石炭が出土している。昭和40年頃の春山町付近。国土交通省国土画像情報をもとに、作成春山という地名は、戦国時代より見え、薩摩国移住院のうちであった。地内には、南北朝期に、南朝方別所市の居城となっていた春。 山城や、オカリアが所在していたとされる。江戸時代には、薩摩国費沖軍移住院座とのうちの春山村となり、村内は、上床、佐治紀元馬場、寺脇、森園などの字に、この頃から分かれていることが分かっている。村高は漢文4年の、軍村高辻町及び、天保豪町もに253国余り、 旧高級料取調部には507国余りとある。幕末にかけて、藩内では、合指数が激増し、貧窮の武士は、中宿と称して、家計の建て直しを図りに、鹿児島城下などの麓から当地に疎開して、開墾に従事していたとされる。また、佐治木元和隊は、 薩摩藩内屈指の軍馬育成地であり、付近を春山の牧と称して、年間3000頭余りの馬を、藩外に移出していた。南部には春、山狩荘と呼ばれる、藩町直営の山林地域で、山奉行が置かれるなど大規模なものであった。しかし、法営6年までに春山の牧は、総軍に移転している。1889年に、町村制が施行されたのに伴い、 伊集院座との南部にあたる上谷口村、石ヶ谷村、春山村、福山村、直木村、伊里佐村の区域より上井住院村が成立した。それまでの春山村の区域は上井住院村の大技、春山となった。1960年には上井住院村が調整志向及び即日解消し、松本町が成立し、松本町の大技となった。 2004年2月に植えたに口のうち堺波佐間の全域及び新沢の一部を春山に編入された。また、同年11月1日に松本町が日置郡郡,郡山町、鹿児島郡吉田町、桜島町、イブスキ郡木入町と共に鹿児島市に編入された。合併に際して設置された法定合併協議会である鹿児島地区合併協議会における協議によって、 松本町の区域の大技については、字の区域を廃止し、当該廃止された字の区域に相当する区域により、新たに町の区域を設定し、その名称については、表示案に基づき、各町の意向を尊重し、合併までに調整するものとすると協定された。前述の協定に基づいて、合併前の10月26日に、鹿児島県の告示である、町の区域の設定及び、字の廃止が、 鹿児島県広報に掲載された。この告示の規定に基づき、それまでの大技春山は廃止され、大技春山の全域をもって新たに、鹿児島市の町、春山町が設置された。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。年を増すごとに人口が増加している傾向にある。鹿児島市によれば、 2010年の人口は上原田町、鴨池新町、川上町と並んで5000人台であり、2004年に鹿児島市に編入された5町の区域の町定の人口としては周囲にある。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鹿児島市街から春山交差点を望む、春山町南部を通る県道291号、松本川辺線町域内には、 鉄道駅が存在しないが、春山町の中央にある春山交差点付近からは、町域の北端に隣接する鹿児島本線上、伊集院駅が最寄り駅となる。また、春山町の南端部の伊作峠に隣接する区域では、いぶ枕崎線次元寺駅が最寄り駅となる。高速道路町域内には高速道路、有料道路は通っていない。 南九州自動車道松本 IC と、イブスキスカイライン山田インターチェンジは、春山交差点からはほぼ同距離である。県道広域の道路線バスコミュニティバス。ありがとうございます。